から脱出するのが本当に大変なところね。実力はあるんだけど、効果がないという状態になるのが一番きついんだよね、受験勉強ね。もう一回最初からやり直しになるじゃん、勉強ね。だから、それをね、打開するためには、今、答えに言ってみたいに、問題をしっかりと読むというのがやっぱ大事ですよ。とにかくね。でね、これは、本番の時だけやろうと思ってもなかなかできませんから。本番の時だけちょっとしっかりやろう。普段スリーポイントシュートの練習もしないくせに、バスケットも東京から行けないくせに、あれ練習してないくせに、本番の時にできるわけがないんですよ。だから普段からスリーポイントの練習をするんですね、はい、だから今日やったこと、例えばミーテスト30分です。だからまあこういうのやったら空欄作っちゃあかんってことですよ。こういう時ですよ、ね、これで合否が別に決まるわけじゃないんだけど、でもこういうテストっていう名もつくものはもうとにかくそういう意識で全部やろうって自分で決めることなんですよ。あのミンテストとか申し出るのか関係ない、もうとにかく真剣にやろうということでやるんですね。で、理想は自宅でもできればいいんですよ。でもなかなか自宅じゃできないですね。その意識でやるっていうのはできないんで、あの狩猟層みたいな感じで、ね、坊さんの意識になってますから、だからそれはもうしょうがないから、自宅ではそれなかなかできないけども、少なくとも例えば侍塾とかね、うちに来た時とか、あと大手の、例えば模擬試験とかね、受けに行った時ぐらいはちょっとテストと名のつくものはもう全部ね3回でやろうというふうに決めるんですよ。どんな試験3回でやる、ね、1回でやるすぐ解けるパンってやる。だから今日の問題だったらパーッと1枚目から4枚目まで全部見てね、あの頭が止めてなくて1枚目から4枚目見て、あこれは埋まる、これは埋まんねんっていうのをまずパーッと埋まるとこれやっちゃうね、あれ受託責任やったっけってね、分かんなかったら飛ばすね、あとで出てるからスチュアートシップとかするんですね、そしたら飛ばすで、2回転目ちょっと時間かかるけども解けやすい、遠くで最後3回転目、30分のあと5分前やって言ってボケするんじゃなくて